私はもともと普通科高校と岡山南高校のどちらを受験するか悩んでいました。しかし高校卒業後は就職して早いうちに自立しようという夢があったので、今は岡山大学に進学していますが、県内就職に強い岡山南高校に進学することを決めました。南高校のいいところは、自分の選択肢を広げれるところだと思います。私はもともと就職希望でこの学校に入ったんですけど、基本的な普通科目、商業科目の勉強はもちろん、検定取得にすごい力を入れるところや、他の学校に比べてもいっぱい部活を頑張れるところ、あとは、課題研究で、実践的な力をつけれるところで、大学に入ってからの自分が学びたい分野っていうのを見つけることができました。で、先生たちもこの気づきのことを全力でサポートしてくださって、もともと就職希望だった私が岡山大学に合格することができました。これって他の高校で叶えられることじゃなくって、基本的な勉強はもちろん、さまざまな分野の勉強に高校の時点で触れることができるんで、なんか自分の選択肢を3年間の間で広げやすいのかなって思って、そこが南高校のいいところだと思います。岡山大学経済学部夜間種コースに入学してよかったことは、まずは、授業料と入学料がほぼ半額になるっていう学費の面で、私はその上で、貸与型と給付型どちらの奨学金も利用しているので、大学に通うっていう学費の面でのハードルをすごい下げてくれたことが良かった点だと思います。で、中間コースと夜間種コースで分かれてるんですけど、夜間は、昼の授業も年間数十単位取ることができるので、コースは分かれてるんですけど、中間コースの人たちとほとんど変わりなく学生生活を送れるっていうのがとても大きかったです。で、昼の時間を中間コースの人たちに比べてもすごい自由に使えるので、毎日アルバイトに入ることもできるし、サークルや部活動に熱心に励むこともできます。私は、アルバイトも部活も勉強もその他いろんなことも一日中忙しく過ごせることができているので、とても満足してます。で、夜間種コースと中間コースどちらもが4年間で卒業することができるので、社会経験をアルバイトなどで踏みながら勉強にも夜励みたいという人にとてもおすすめの学部です。私は推薦入試で、岡山大学を受験しました。推薦入試は例年、小論文と面接があるんですけど、私たちの代は新型コロナウイルスの関係で、面接はなかったです。で、小論文に集中して勉強をすることができてたんですけど、毎日行ってたこととしては、新聞を読んで気になる記事を見つけて、それに対する自分の意見を書くこと、新聞スクラップをほぼ毎日行ったことと、あとはそうですね、放課後の時間を使って図書館とかパソコンで世界で話題になっているニュースに対しての、いい意見のと悪い意見どちらも吸収するようにしていたこと、あとは小論文を書く中でこう表現したらいいとか、技術的な指導は先生方に何度も添削していただくことでコツをつかみました。入試当日は、見たこともない問題量と題材でとても緊張したんですけど、一番大切にしていたことは書き切るっていうことです。で、制限時間が過ぎても一旦書き切るっていうのを大事にして受験勉強に取り組んでたんで、入試当日もすごい緊張してたんですけど、諦めることなく書き切ることができたので、それが合格につながったのかなと思います。南高校では勉強だけじゃなくって、検定や部活、課外活動とかいろんなことに取り組めるんで、一つでも多くのものを自分の力にできるようにハングリー精神で頑張っていってください。でもやっぱり大切なのは、非常祭とか卒展とかそういう学生生活のうちにしかできないことを全力で楽しんでください。以上です。